どんぐり FM。 僕のランチ事情についてお話ししたいんですけど、あ、気になる。最近、はい、ゴロゴロチキンカレーをほぼ食べずに、ん、ほぼ食べずに、うん、毎日同じところでご飯食べてるんですよ、お昼。はい。それがですね、チーパオマーラータンってやつ。チーパオマーラータン、いや、チーパオマーラータン。はい。チーパオマーランタン。うん、そう。それは 何かっていうと、はい、マーラータンってあるので、ちょっと辛いスープの店なんですよね。うん、辛いですか、スパイシーなスープの店で。サーラータン、ま、マーラータン。マーラータン。うん。サーラータンってのもあるけど、今回マーラータンっていうやつで。お店がちょっと作りが面白くて、お店に入ると、うん、八百屋さんみたいに、うん、たくさん野菜並んでるんですよ。はい。パン屋さんみたいにたくさん、はいはい、パンとか野菜並んでみたいなイメージで、うん、バーって並んでる、うん、でそこにカゴがあって、うん、好きな野菜を取ってくんですよ。はい。カゴに入れて、人参、キャベツ、しいたけ、そう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 、で、で野菜とかいろいろ取ってこうカゴを店員さんに渡す、うん、そうそう、スープの辛さは何にしますかって聞かれるんですよね、うん、で0から5まであって、まあ、0は真っ白で、うん、まあ、辛くないっすって、うん、5はめちゃめちゃ辛いんですけど、うん、まあ、2とか3とか頼んで、うん、そうするとその自分の選んだ野菜とあと春雨入れて、でそれが入ったスープが出てくるんですよね。へー、おしゃれじゃないですか。なんかおしゃれ、うん、店内女性ばっかですね汗だくで僕はすごいスープを食べてるんですけど美味しいんですか。美味しいですね。うん、なんか野菜を自分で選んでる、あ、いいですね、この行為によって自分がすごい健康なことをしているんじゃないかっていう、わかる、錯覚が生まれるんですよ、はいはい、で普通そこラーメンとか入ってきそうなところが春雨、うんうんうん、まあ、春雨ってそこそこ糖質もあるんで、うん、別にダイエット食品として適しているかって言ったら便然なんですけど、うん、でも春雨入ることによってちょっとヘルシー感出ちゃうんですよね、うんうん、だからもう昼は女性に大人気で、へー、めっちゃいいです。へー、美味しい。へー、うん、あとね、僕パクチーをトッピングしたりとかあと意外と納豆が合うんですよ野菜コーナーのところに納豆もいたって何その OL みたいな、なんか発言納豆が合うんですよね、意外とね、辛いスープに。どこにあるんですかそれ、お店。赤坂見附にあって、うーん、赤坂見附駅から3分ぐらいのとこですかね。すごい仕事になって、あとね渋谷とかもあるんですよ。あ、そうなんですね、うん、そこも全部自分で野菜選ぶ。そうそうそう、うん、これぜひ行ってほしいですね。へ、渋谷もあるし飯田橋もあるし、はい、うん、うーん、知らなかった。何ちょいですか。チーパオマーラータン。チーパオ、チーパオっていうのは、はい、7つの宝って書いて、うん、チーパオって呼びますね。マーラータン、うん、うん、渋谷だと桜ヶ丘の方に、はい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 、なんですか、セルリアの裏手とかそういう感じのとこに、うんうん、あるんですね。ありますね。知らなかった。うん、うーん、すごくいいですよ。ゴロゴロチキンカレーは食べずに、ゴロゴロチキンカレー食べずに、うん、チーパオマーラータンで、うん、野菜をじっくり選んで、うん、それをスープにしていただいてますね。うん、うん、毎日行ってるんですか。毎日お昼行ってます。うん、うん、大体野菜を3種類選ぶと750円でできるんですよ。うん、それ12種類とか選んだらどうなるんですか。プラス9じゃないですか、うん、多分1アイテムごとに100円とかなるんで、うん、プラス900円ですね。1600円とかえ、入りきるんですか。その別に野菜を全部使うわけ。この間、はい、めっちゃたくさん、うん、十何種類取ってる人いて、ほら、これどうすんだと思ったらめちゃめちゃでかい器に、ジローみたいに、うん、なんか取る野菜の量によって器が変わる、変わってくるんですよね。それって適当に言いますけど、玉ねぎ1個を入れたら玉ねぎ1個が器に入ってくる。ね、玉ねぎとかの場合は、うん、例えば4分の1ぐらいを刻んで袋に入ってるんですよ、うんうん、あ、全部袋単位に。まあそうですよね、うん、だってキャベツ一玉入れられても困るから。キャベツ一玉とか困りますもんね、うんうん、入りきんないと思うし、うん、キャベツもペリペリペリってなんか剥がしたやつをちょっと切って、はいはいはい、ワンパックで、ね、行ってみたいなそれ、うん、
あとで行きますか。いいすね、あ、行きますか。いいすね、23時まで空いてるんで。まあ、僕今日一回行ってるんですけど、行きましょうか。いいですね。結構ね、いい。うーん、あと、夜とかって飲んだ後ラーメン食べたくなる人いるじゃないですか。はいはい、そういう人も、ここ行っとくと、なんか、ラーメンっぽいスパイシー感は得られるし、うん、あそこまでカロリー高くないんで、うん、いいんじゃないかなと思うんですよ。いいですね、うん、渋谷で飲んじゃったって人は、はい、締めにあそこ行くと、はい、なんかヘルシーに終われるんじゃないですか。ああ、いいですね、うん、これがね、あの家系ラーメンとか行っちゃって罪悪感で終わりますから、ね、最悪じゃないですか、はい、油そば食うとかね、うんうん、なのでなんかどうしても渋谷で飲んだ後にラーメン食べたくなって困っちゃう人は、うん、チーパオマーラータンをおすすめしたいですね、うん。